遊戯王は、オワコン。そんな、耳にタコができるほど聞き飽きたセリフが、いよいよ現実味を帯びてきている。競技人口の減少、高齢化、複雑化したルールと、参入障壁、売上減少、エトセトラエトセトラ。とはいえ、この問題は、遊戯王に限らず、トレーディングカードゲーム業界全体が抱える問題として、かねてより、認識はされていた。それが、目に見える形として顕在化したのが、ほんの数日前。フューチャーカード、バディファイトが、2020年8月11日をもって、商品展開を終了するという発表が、ブシロードよりなされたのである。バディファイトといえば、2014年に登場するや、小学生を中心に人気を、博し、アニメやコラボ、各地でのイベントも精力的に行うなど、近年登場した TCG の中では、非常に勢いのある商品だったことは、疑う余地もない。この動画を見ている視聴者の中にも、実際にプレイしていた方や、カードショップなどで販売されているのを、見かけた方も多いのではないだろうか。小学生カードゲームユーザーの再開拓を掲げ、まさに有言実行の道を突き進んできた、バディファイト。そんな、一見して軌道に乗っていたかのように見えた商品でさえ、詐襲に追い込まれてしまうあたり、今日、業界の抱える病の地名を、如実に物語っている。故に本動画では、そんな、トレーディングカードゲーム業界を蝕む病巣、その問題点について、語っていきたい。というわけで、早速。まずは、売上の観点から語っていくが、これについては、意外にも、悪化の一途を辿っているというほどではなく、むしろここ数年は、復調の傾向にある。理由は明白で、最大派閥である遊戯王が、リンク召喚実装時に施行した新ルールと、それに伴うユーザー離れから立ち直りつつあること、また、YouTube をきっかけに再ブームを、果たした、ポケモンカードゲームの存在が大きい。とりわけ、ポケカの方は、稼いだ金額以上に、新規ユーザーを獲得した点に、価値があり、今後も人気は持続していくと予想される。がしかし、無論、すべてが順風満帆というわけにもいかず、感染症の流行による影響、いわゆるコロナショックによって消費は落ち込み、TCG 業界も深刻な打撃を受けてしまった。これをきっかけに、店を畳んでしまったカードショップもあり、動向の悪化が長期化するのではないかと、懸念されている。また、数字の上では問題がなくとも、商品の販売スパンは、年々短くなっており、裏を返せば、玉を打ち続けているからこそ、売り上げを維持できているとも言える。つまるところ、一人当たりの消費量が増えているのが真実で、業界全体で見れば、断じて、新規ユーザーの獲得に成功しているとは、言えないのが現状である。そして、それだけ高回転の消費活動に対応できる客層といえば、必然的に、自らお金を稼ぐことが可能な、高校生以上の年齢ということになる。というわけで、二つ目の問題点は、ズバリ、プレイヤーの高齢化。より正確には、新規獲得がなされないまま、既存のプレイヤーだけで業界を回してしまっていることが問題なのだが、これについては、単体ではない、複数の問題同士が、複雑に絡み合っているため、解決は、困難を極めている。例を挙げると、先にも触れた、商品の発売スパンが短くなっていること。これは純粋に、ソシャゲの台頭など、娯楽の多様化した現代社会において、新規プレイヤーの獲得が難しい中でも、売り上げを上げるための常套手段として、講じられたと容易に想像がつく。だが、その代償はあまりにも大きく、結果、インフレは加速度的に進み、ルールは一層複雑に、金銭面、ゲーム性とも、新規プレイヤーの獲得など望むべくもない条件が揃ってしまった。あげく、どこぞのカードゲームなど、しょっちゅうぶっ壊れを吸っては、即座に禁止カードに指定するため、購買欲もそがれて叱るべきと言えるだろう。なら逆に、未来ある低年齢層向けに、マーケティングを行えば良いとの意見もあるかもしれないが、その結果が、こたびのバディファイト展開終了である。パック単価を安く設定し、小学生にも手の届きやすい商品にした点は、一見するとユーザーニーズを満たす、素晴らしい発想のように思えるが、所詮は経済活動。薄利とセットで求められるのは多倍であり、安い分、多く売らなければならない宿命を負いながら、客層としてボリュームの薄い、小学生をターゲティングする矛盾が、バディファイトがそもそも抱える持病だったのではないだろうか。まあ、バディファイトユーザーの声を吸い上げてみると、そもそも構築の自由度が低く、インフレ具合も凄まじいものがあったらしいが、それらの点は、他の TCG にも共通した問題なので、バディファイトが凋落した、第一要因ではないだろう。肝要なのは、あくまでバランス。
幅広い客層を取り込みつつ、継続的な集金体制を確立することこそが、業界が発展していく上で求められる第一要因であり、そのためには、娯楽たり売るゲーム性、幅広い客層を意識した商品展開、垣根を越えて楽しめるイベントの提供など、やれることはいくらでもある。しかし、過去の栄光に油をかいて、それらをしてこなかったツケが、今になって TCG 業界に返し風となって吹き荒れている。時代はもはや、基本プレイ無料。娯楽にお金を支払うという感覚すら、薄れつつある中で、いかにトレーディングカードゲームとしての付加価値を示していけるか。一切は、これにかかっているのではないだろうか。なあ、コナミさん。萌え豚や、高レアリティ、リメイクカードでやっていくのも悪くはないが、その道行きに、未来はあるのか。今一度、私は問いたい。というわけで今回は、バディファイトの終焉と、DCG 業界が抱える問題点について、語ってみました。ご視聴ありがとうございました。